110球というところ、それでレフトに上がった、風は逆だ、どうか、伸びるか伸びるか、風を押して届きました、再び先制のツーランホームラン、今シーズン第1号は貴重なツーランホームラン、茶谷が花火を上げました、プロ初めてのホームランがここで出ました、レフトに見事に持ってきました、いやー、立川さん、お見事でした。あ、素晴らしいですね。この風の中ですからね。上空10メーターの風、負けませんでした。はい。プロ初ホームラン。花火も上がって、最高ですね。そしてチームは苦しい状況の中で出た先制のツーランでした。しっかりとフルカウントからストレート、捉え抜きました。あ、素晴らしいですね。茶谷のプロ初ホームラン、先制のツーランで。